チャイキー・ブラウンは、テキサス州ヒューストン出身のアメリカンフットボール選手。現在は、フリーエージェント。ポジションは、コーナーバック。高校時代は、セーフティ、コーナーバック、ランニングバック、ワイドレシーバーとしてプレーし、テキサス州のオールチームに選ばれた。高校時代120タックル、10インターセプト、4ファンブルフォースを挙げた。高校卒業後、テキサス大学に進学した。テキサス大学では、先発29試合を含む47試合に出場し、106タックル、2インターセプト、4サック、2ファンブルフォースを挙げた。1年時の2007年は、スペシャルチーム及びディフェンシブバックとしてプレーし、11タックル及び8スペシャルチームタックルを挙げた。2年時の2008年は、足首の負傷で3試合の出場にとどまったが、オハイオ州立大学とのフィエスタボウルでは先発出場、シーズンでは28タックル、1サックを挙げた。3年時の2009年には48タックル、2サック、1ファンブルフォース、2インターセプトを挙げた。4年時のシーズン終盤、右前腕を骨折、この年は9試合に出場し、19タックル、1サックを挙げた。2011年の NFL ドラフト5巡全体164位で、ボルチモア・レイブンズに指名された。2011年は、出場機会も少なく7タックル、1パスディフェンスにとどまった。2012年は、出場機会も増えて25タックル、5パスディフェンスを記録した。2013年1月12日のデンバーブロンコスとのディビジョナルプレーオフでは、前半に、ペイトン・マニングからエリック・デッカーへの TD パスを阻止し、インターセプトしたコーリー・グレアムが39ヤードのリターン TD を挙げた。レイブンズはダブルオーバータイムの末、38から35で勝利、第47回スーパーボウルも制した。スーパーボウルの3週間後、彼は初めてのスーパーボウルリングを手に入れた。2013年は主にスペシャルチームで出場し、10タックルを挙げた。第13週のピッツバーグスティーラーズ戦では、ベン・ロスリスバーガーからエマニュエル・サンダースへの TD パスを阻止し、勝利に貢献した。2014年シーズン開幕前、エーサ・ジャクソンと第3コーナーバックの座を争った。シンシナティ・ベンガルズとの開幕戦では、AJ グリーンに決勝 TD レシーブを許した。またピッツバーグスティーラーズ戦でマークしていた。アントニオ・ブラウンに54ヤードの TD レシーブを許した。11月4日、レイブンズからウェーバーされた。11月5日、ニューヨーク・ジャイアンツと契約した。移籍後、ジャイアンツでは8試合に出場した。2015年3月13日、ジャイアンツと再契約を結んだ。同年9月4日、最終ロースターカットでジャイアンツから解雇された。ありがとうございます。